イベントインフォメーション熊本3月25日土曜日、3月26日日曜日に熊本県益城町にありますリサーチパークで行われますのはリサーチパークフェス、パークを遊ぼうリサーチパークフェス3月25日26日の2日間テクノリサーチパーク内の中央緑地公園で開催されます。熊本県とテクノリサーチパークイベント実行委員会が主催します。このイベント、熊本県は世界中の人々が自分らしく最後まで健康で楽しく美しくいられる生活を実現するための新たなビジネスを熊本から生み出すことを目指し取り組んでいる UX プロジェクトを進めています。で、去年リサーチパーク内にこのプロジェクトの交流拠点プレ UX イノベーションハブを設けたことから、その一環としてイベントを開催するということで、このリサーチパーク内でですね、この中央緑地公園内の新たな楽しみ方の提案や周辺と連携したにぎわい創出を目的に開くんだそうです。熊本県内から店が集まるキッチンカーハンドメイドマーケットや電動キックボードセグウェイ体験、さらにドローンの操縦体験、飛行見学、熱気球に乗る体験のほか、テント持ち込み可のスペースも準備してキャンプもできると、プレ UX イノベーションハブも見学できるということで、実行委員長は春は桜、秋は銀杏が楽しめる広大な公園にたくさんの人が集えるきっかけになればと企画したんだそうです。この場所で開催したいと、準備を重ねてきたので実現できて嬉しいと、子供から大人まで一人一日楽しんでもらえる企画をたくさん用意しているので気軽に足を運んでほしいと呼びかけています。こちら朝10時から午後4時まで行われるんですが、まずこのテクノ中央緑地公園、こちらですけども、こちらはですね熊本空港のすぐそばにありますね。リサーチパークフェス3月25日26日、テクノリサーチパーク中央緑地公園で行われます。ご紹介しましたように飲食店やハンドメイドの販売、さらにキッチンカーや軽トラ市も行い、各種体験もできるというこのイベント、ぜひ皆さんお出かけになってみてはいかがでございましょうか。体験に関してはですね、事前予約が必要なものや有料なものなどがありますから、リサーチパークフェスのホームページの方、こちらをぜひご参考にしていただければと思います。3月25日26日とキッチンカーに飲食店雑貨など、がダーッと並ぶということで、例えばキッチンカーですと25日にはキクラゲ入りカレーとかメンチカツとかバイミンとか、たこ焼きワッフルクリームソーダ唐揚げなどなどクレープもありますね。そして26日の方ではですね、クレープとかそれから唐揚げクリームソーダコーヒーソフトクリームピラフホットドッグさつまいもスイーツハンバーガーバインミーペンチカツ甘酒パンなどなどたくさんのものが出てきます。この他にも飲食店も来ていますから、ぜひ皆さんお出かけになってみてはいかがでございましょうか。バンペユゼリーなんていうのもねあるんだそうでございます。はい、お出かけになって損はないイベントになっているかと思いますが、やっぱり注目するのはドローンの操縦体験に熱気球の搭乗体験、これすごいですよね。ただ熱気球の搭乗体験についてはもう現在25日限定なんですけども、受付が終了しておりますので、これは外から見ることしか、できないということになっております。電動キックボードとかセグウェイ体験の方はやっていますのでね、なお3月25日お昼頃にはなんとスペシャルゲスト、サプライズゲストもあると、多分くまモンだと思いますが、はい、ということで3月25日26日土日に朝10時から午後4時まで熊本空港そばのテクノリサーチパーク中央緑地公園の方で行われるリサーチパークフェス、ぜひ皆さんお出かけください。 Thank you for your listening. goodair.com Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。